服部明夫は、造園系の建設官僚で、退官後は、大阪芸術大学環境デザイン学科教授を務めた。京都市出身で、両親も京都府出身だった。落成高等学校を経て、1964年に、東京大学農学部を卒業した。1969年、建設省に入省する。1984年には、建設省都市局。 公園緑地下建設専門官を務めていた。1985年4月から1988年1月まで大津市条役に出向する。建設官僚として公園緑地行政のほか、1990年開催の国際下と緑の博覧会では都市局国際下と緑の広志覧会推進室長として統括に当たった。また、1989年には、 健康づくりに関する研究環境と運動の及ぼす影響についてで、造園関係者としては、初の医学博士号を岐阜大学より取得した。1992年から、住宅、都市整備公団に移り、理事や緑地部長を務めた。建設大臣官房審議官の職に就いた後に、退官。1998年に、大阪芸術大学教授に就任した。 教授時代の研究テーマには芸術活動の心身に及ぼす効果に関する研究などがある。日本の都市公園その整備の歴史では編集士官を務めた都市緑化技術開発機構理事長や国際増援研究センター理事長といった役職にもついていた。2005年に第17回日本公園緑地協会北村賞を受賞した。2010年に 随法省受賞を受賞した。ABC、正解、官庁人事録東洋経済振興者、1998年、ABC、本の官庁その人と組織建設省国土庁、政策事報者、1991年、AB 服部昭リ理事長の旧制を痛む、対国際増援研究センター同窓会歴代、会長。 副会長、ピアトール、学園学生同窓会、関会、第22巻第12号、行政問題研究所、1996年、福原茂雄、海外における、日本庭園、大阪芸術大学企業芸術201997年、ピアニッシモ、75から88指聖当事者表、レイキベースハット、読売年間読売新聞社、1986年、 地の動き第33巻、大倉省印刷局、1989年、政府観光物月報第33巻、大倉省印刷局、1989年、国際協力第405号、国際協力事業団、1989年、読売ニュース相欄読売新聞社、1989年、創造能学研究会の履歴、 地球環境の第22回例会を参照。芸術活動の心身に及ぼす効果に関する、研究大阪芸術大学芸術研究所、研究調査報告第6号、財団法人都市緑化技術開発機構活動のご紹介、新理事長の挨拶国際造園研究センター、北村賞受賞者一覧日本公演緑地協会、春の序君、344名を発表。 国土交通省、不動産ニュース、https コロンスラッシュスラッシュ www.re-port.net スラッシュアーティクルスラッシュニューススラッシュ0000021746 00スラッシュ2020年5月20日閲覧。ありがとうございます。